ははい、い、えー、皆んおはようございます、うんね、あのー、最近ねあの驚いたのがさ映画ね、うん、ハリウッドで「怒りのスト」ってことでさ、ね、16万人の、ね、俳優組合と脚本家組合っていうのがあですね、えー、ストライキをやってるということで実際にね日本に来るようなお盆のね 俳優の人たちもストライキーに参加しちゃった関係で日本に来れないみたいなさ結構これあのいろんなところであの問題がね続発してるわけだけども見るとね確かにあのもう稼ぎ方がさおかしくなってきてて、まあ、特に、ね、あのこのうん最近はこの、ねえー、実際に映画館だけじゃなくて、えー、いわゆる うんなんてうのえー、SNS のね、その、うーん、えー、なんだっけ、ネット、あ、ネットフリックスね、ネットフリックスとかさサブ、サブスク型のさ、ものがどんどん出てきちゃってて、で、実際はさ、俳優がね、あの、出て著作権があるから、あ当然ね、俳優も、おいわゆる、うその、 脚本家も当然そのね映画が売れれば売れるほど自分のところにさ二階にあるわけだよねところがねそれがさネットフリックスになってからそのど,どれがどれだけ再生されたかわからないまんま結局その俳優も、うん、いわゆる脚本家も要するに収入がさもうあの桁違いに落ちちゃってるらしいんですよだから ね、今まではそのハリウッドスターって言ったらさもうすごい収益もあってねでまあ豊かな生活してるよねでそれはね、あのー、この、まあ、記事によるとですね、えー、テレビ放映でねいわゆる1400ドル約19万円のお二次使用料っていうのがそのう支払える、まあ、DVD とかがテレビに出ると、ね、それだけでこのある方はあですね 日曜日が支払えるっていうことがあるんだけども動画配信になったのはあなったらね40ドル5,500円になっちゃったってことなんですよだから一発出て、ね、でその波及効果でテレビとかで出たものが印税として入ってくるから生活ができるんだけど要するに、えー、一発で、ね、出たはいいけどあとは印税収入が下がれば所得ってのは下がってきちゃうわけだよね。これはさ やっぱり、この、まさかこんなことになると思わなかったんじゃないで、もう一つはさ、あのー、ね、エキストラの俳優っていうのはいるわけだよね。で、そのエキストラっていうのはさ、まあい、あのー、1日で10万円くらいもらえるそうなんですよ。そうすると、この10万円でさ、外見とか声とかを AI でスキャンしちゃうらしいんですよ。そうすると、エキストラだから、ね、このなん,なんとかのから、えー、いわゆる、 うーん例えば戦国時代だ、戦国時代でさ、ね、夜とかかぶときでわーってやってる人い,いんじゃんさ、あの中身全部変わられちゃうんだよ。ね、だって、まあ、うん、極端なに言ったら今ね、あの、ほら、巨大なさ、船とかさ、ね、えー、そういうのは、あほとんど、うん、グラフィック、ね、グラフィックでできちゃうわけじゃないコンピューターで作っちゃうわけですよ。で、それが本物のように見えるようになるのと同じように、エキストラも全部、 ね、顔が全部違うんだけども、それはさ、本人たちはないわけよ。で一回もスキャンされた人が、このレプリカとしてさ、できちゃうわけ。いや、すごい世界だよね。だから、あの、映画の、うん、制作コストも当然下がるよね。で、逆に言うと、その俳優たちの生活が、もう、ひどいことになっていて、で、実際年収ね、360万円以下の人たちのライブ、いっぱいいるらしいですよ。 だからもうみんな疲弊しちゃってこんなんじゃ映画業界にならないって言うんでどうもストやってるらしいんですよ。だ僕なんかね、こう話したい聞くとさ何やってんだと思うじゃないだけど皆さん考えてよ。僕の印税どう皆さんさアマゾンで買うじゃん。ね、初版ね、まぁ、あ、今回もね、えー、ねいつもお伝えしてるように今度8月11日にですね、えー、お金に困らない 普通の人が億万長者になれる方法っていうね、えー、出版記念公演やるんだけどもこの出版記念公演やるよねで皆さんが今回はね本を買っていただかないと要するに、えー、出版記念公演があ参加できないようになってるんですよ、ね、でそうすると当然この売れた本の印税が僕に入ってくるわけ昔は10%だったのが最近はね8%とか7%になっちゃってさ で、出版社もほらきついからね、印税の値引きになっちゃってきてるんだよ <laughs> ってさ、<laughs> やん嫌になっちゃうよね。で、前はさ、だって、初版ってね、僕のレベルだと、な、最低7000部ですから。ね。で、多い時で1万5000部スタートってのがあるわけ。でで、だいたい7000から1万5000部の間で出版されて、でその印税がね、僕とかに入るのよ。でで、いうことが普通だったわけじゃん。ところが今見てくださいよ。ね。だいたい、 えー、今回の本も3,000部か <laughs> たった3,000部だよ。<laughs> ねえ。だから値段、本の値段も上げました。<laughs> 頭くるから。<laughs> ね、それでも1,800円でしょ、えー、だからそれの印税は入るんだよ。ところがさ、皆さんこの本ね、綺麗な形で読んで、メモしないで、ねえー、保管もしないで、それア Amazon で売るじゃん。そうすると Amazon ではさ、まあ、金額がね、あの安くなるのか、高くなるのか。 ねあの、今、バカに聞く,聞く薬なんていうのはさ、ね千1500円とか1600円で売りに出たのが、ね一時2万円くらいまでいっちゃったんですよ。だから、あのー、逆に言うとさ、ね上がるかもしれないし、逆に下がるかもしれない。だからこれ著者関係ない。<laughs> 印字入んない。これ、これこそさ、あのー、ちょっとね、あのー、作家協会とかなんかあるだろうねそういうとこでさ、言ってもらいたいよ。だって、多分、あのー、作家でもさ、 生活できなないいい人いるんじゃないので昔みたいにさそのね初版をどんどん繰り返してね売っててねで例えばそのね23年前に出た本も要するに中古,、ね、中古の本なんていうのは本屋さんで探さなきゃいけないめん面倒くさいから新刊買う新刊で出たやつの在庫を買うかね、えー 第2冊第、ね、3冊なってきた時の「さんずり」とかよく言うことなんだけども、ね、3回目の出版とかで大体、えーね、じゃ一1万出した後に3,000部また3,000部3,000部っていうことを繰り返すのがね、あのー、普通なわけじゃん。でそれで売れてくるから、ね、全て、ね、第2版第3版のやつも印税が入るのよ。 で、ね、だから、僕たちの場合も、えー、結構な印税入ったの。ど <laughs> こ <laughs> <laughs> あのね、えー、朝日新潮の話題で振り込まれたの、今キンドルでね、やってるんだよ。キンドルの印税もね、もうクソみたいに安いわけ。ね、何千円ですよ。うん、うん、だから、ご飯一回食べれないくらいのね、月の印税だから。まあ、あの、ただね、えー、僕はこう出すでしょう。キンドルで買ってくれても。 それは印税入るんですよだけど <laughs> 現物が <laughs> そのうんね違うルートでアマゾンかなんかで売りに出ちゃうともう、ね、ガクンと値段下がっちゃって印税なしや中古だからっていうような形になるから中古の流通がどんどん流行った分やっぱり初版が売れなくなっちゃったってことだよねこれねあの中古の印税も払ってもらいたいですよいうと言うと、うん、だからねこれサッカー協会とかさちょっとちゃんとした方がいいんじゃないの うん、このね、ハリウッドのこの件を見て、僕は思いました。うん、あの、うーんまあ、僕は別にね、作家で食ってるわけじゃないからさ、あれだけど、でも、ね、今今度34冊なんのか結構本出してるわけじゃん。で、今まではだよ。で、その34冊の過去の本も売れてたんだよ。<laughs> 過去の本はさ、<laughs> 出版社で売れるんじゃなくて <laughs>、アマゾンで売れちゃうからさ、ね、何にもならない。あーねだから、 だからそう考えるとやっぱりねえー、僕はこのね不動産投資だからさ、ね、あのいいよかったもんでね不動産投資とかあと事業もねやってるからさなんとなくこう安定的なねそのお金入ってくるけどさだけどこれ本だけでは食えないよね、えー、っていうことがあのー、皆さんねご理解いただきたいなともねだからぜひ僕の本はいいですか 中古の本買っちゃダメよ <laughs>。新刊出てるじゃは新刊で買っていただきたいなと思いますね。ということで、ちょっと話し逸れましたか何の話したんだっけあ、そうそう、ハリウッドな。だから、このね、えー、この人たちの気持ちは本当によくわかりますよ。うんあの実際に僕たちの,この生活のスタイルもね、だいぶ変わってきたからね。で、まあまあ、して、ほら、ね、あの、今まではこうやってさ、あの、うん、ね、その、 うん露出がそんなにないときはさ、ね、やっぱり希少、えー、性があるからね、やっぱり日本全国でさ、公演頼まれてね、で僕なんか大体うん、地方公演だとい、ま、交通費別です。大体30万くらいいただいてるんだよね。で、大体2、300に集まってさ、で公演するわけじゃない。で、まあ、関係のあるその、協会とかそういうとこだと、 あのー、結構ねぎられるんだけど、まあ、それでも12万円切ったことないね、交通費とか宿泊費別としてね。で、あとはね、本が出るとさ、あのー、前はね、その、うん賃貸トラブル110番が出た時に、えーまあま、テレビにね、あの、たけしさんの番組に呼、えー、んでいただいて、小川園内日本人って出て、で、その後、どうもとこうじの、ジェネレーションジャングルって番組もなんとか出たら、ああね、 ある？広告代理店から頼まれてえー、2時間のね。公演で80万86万かのね、えー、オファーがあったりねしました。だから、あのー、公演でもで本が出ると講演料も上がるしね、えー。かつね、えー、印税も入るじゃんで、公演行けば行くほど本が売れるよね。 っていうんで、えー、また本のさ、売れ行きがどんどん行くんだけど、今はさ、公園行ってもさ、本買わないじゃんみんな。ね、それで、なんかアマゾンでさ、中古の本買ったかなんかしてね、で、本読みましたなんて言うんだけどさ、いや、違うでしょ、それみたいな、いうような、なんかね、まあ、いわゆる、なんとの、うーヤ山田電機でね、あの、いろんな話聞いてさ、で、いざ買うって時には、ね、あの、 うん、価格ドットコムかなんか買ってみたいな、<laughs> なんかさ、<laughs> せこいやつがいっぱい出てきちゃったからね。<laughs> ほんとさ、ね、あの、このハリウッドのね、えー、件も、あね、よくわかりますよ。うんだからこれから先ね、このうん、まあ、でも、映画を作る側はコスト下がるからね、ひょっとしたらいいのかもしれないけど、使われる側はさ、ちょっとだいぶ下がってくるんじゃないのだから、 昔みたいにハリウッドスターがねあの強烈にさこう儲かってる、えー、構図ってものがだいぶ変わってくるんだろうなとだそこまで儲けなくていいじゃんってね思うんだけど全体でいくとさほん23%の人は稼,ぎが稼げてるけどあとの人たちはもう軒並み稼げてないわけじゃんでいうと、あのー、文化自体が壊れるんじゃないのだからそう考えると、まあ、これをきっかけにしてね、あのー、映画の文化がさだいぶ崩れてくるとすれば ね、これから AI がどんどん、ね、発達してきたときに、あの、我々のようなね、あのー、著作をね、えー、作る作家の人たちっていうのは、あのー、結構厳しくなるんじゃないのあとさ、大体、ね、今、なんか、え、なんだっけ、AI のね、あの、うん、チャット GTP っていうのね、チャット GTP でさ、文章書けちゃったりするわけじゃないそうすると、あのー、さ、それでチャット GTP で本出したやつなんか出たら笑っちゃうかもしれないね。<laughs> <laughs> そんなそんな世界って楽しいかね結局コンピューターに使われるようなさ社会っていうのはねやっぱ想像力っていうものがさあの結果的に価値がなくなってきちゃうわけだよねだから、うん、やっぱりさ人間としてのさやっぱりこうねえー、自己主張っていうかさ、まあ、自分のね、えー、ものっていうのはやっぱり、えー、作られたもんじゃない方がいいよね自分で作るもんじゃないですか、うん、人生もそうだよね自分で作るもんだと思うんだよ だけどそれをさ AI に作られちゃってたらさもうね人としてどうなのって思っちゃうわねうんだからうんまあちょっとぼやきになっちゃったけどさぜひ皆さん、ねこのうん、ハリウッドのね話僕はちょっと共鳴しますね、えー、なんていうかってうね僕も被害者の、ね、一人だから <laughs> っていうことで、えー、ぜひあの、うん、8月11日ですね、えー c f ネッツのセミナーチャンネルというところであの僕の出版記念公演です、ねえー、をさせていただきます。お金あのえー、看板には、ね、将来お金に困らないための生き方を伝授、ね、普通の人が億万長者になれる方法ということで、えー、出版記念公演です、ね、やりますのでぜひそちらの方も、ねえー、見ていただいて、えー、また若い人が、ね、周りにいたらぜひ、ね、僕の本プレゼントしてあげてくださいよ。 中古じゃなくて <laughs> 今は中古じゃないからねうんあの、ぜひね、誕生日プレゼントとか、まあ、クリスマスプレゼントちょっと遠いかもしれないけど、ねえー、ぜひそういうのを、ね、使っていただいて、あの僕の本をこの読んでいただいた方は絶対人生が、ね、変わるから、うん、ぜひそういうのを、ね、期待して、えー、お買い求めいただいて。 えこののお金に困らないための生き方を伝授ね普通の人が億万長者になれる方ということで8月11日ですねえ出版記念公演是非お聞き逃しなくまたあ購入いただいた方についてはですねえと収録されたこのえ動画をね見れる形に多分なってると思うんだうんだからアマゾンでえ買っていただいた方もですねえその買っていただいたやつをあの転送して えー、お申し込みいただけば、インフォですね、あの、c f ネッ t のインフォに送ればあですね、えー、Amazon で買った方も、この出版記念公演、えー、見れるような形になりますので、えー、それもね、8月11日以降でも見れますので、えー、ぜひね、えー、ご検討いただけばいいんじゃないかなと思います。えー、それではまた。